ました。いやーもう楽しみでね、昨日とかねすごい風が強くてもうめちゃくちゃ体感温度寒かったんですけど、今日は風がないんです。いい天気ですし、ただね夜はかなり寒くなるみたいなのでちょっとねドキドキしてます。じゃあ受付していきます。こんな感じですね。あ、すごく迷ったんだけど31番あたりが良かったかな。ちょっと失敗ですね、残念。どのあたりに貼ろうかな。ソロキャンプにやってきました。でね、こちらのキャンプ場、茨城県城里町ふれあいの里キャンプ場になります。でね、電源サイトにするかどうか迷ったんですけど、一応ね今回は、普通のオートサイト、第一オートサイトの33番にしました。でね、だいたいこの間と同じような感じの暖房の使い方なので、でもね、今晩はね、ちょっと多分冷えて、氷点下3度ぐらいの予報でしたかね。なんで、初めての氷点下キャンプになるので、この装備でやっていけるかチャレンジします。ですね、まだね、設営ね、途中なんですけど、ちょうどね、後ろの方とか脇の方の方たちが今出てって、ちょっとね、喋ってもね、恥ずかしくないかな、なんて思って、今のうちにちょっとね、説明できるところだけ説明しちゃいます。で、今回、こちらですね、久しぶりにパチグリルもして、ちょっとね、焚き火使っての料理っていうか、まあ温めですけどね、しようかななんて思ってるので、今回こちらにしました。で、ですね、だいたい見る感じはこちらになって、でここに道路が入ってて、こちら行くと、ホロの湯っていうお風呂屋さんがすぐ近くにある感じです。でこちらのランタンハンガー、本当はテーブルにつけるタイプなんですけど、なんかね、私の持ってるテーブルだとね、いつもね、グラグラしちゃって、ちょっとね、使いづらくて、なかなか最近は使ってなかったんですけど、ちょうどこちらですね。わかるかな？ここのところに隙間が少し入って、で、こちら刺してみたら、ちょうどぴったし、いい感じで収まってます。
でね、今日はこんな感じでランタンハンガー使っていこうと思います。この間ね作った湯たんぽこたつ、中をね見せてなかったので、今回説明しますね。こちら以前から使ってた、これバンドックのだったかな、ちょっとねあのミニテーブル、もともともとこれ結構ちょっと高さがあるのでこたつにいいかななんて思って、で、湯たんぽはこちらですね、マルカの湯たんぽを使ってます。でこれをこうインして、で今回はね忘れずにこちら持ってきたんで、こちらを今回湯たんぽにしようと思っています。これあ湯たんぽじゃないや、こたつのね、お布団にしようと思ってます。これとあとこの間のやつ、これ完成させました完成させました。ね、本当はね、こちらコットの幅で作ろうかなって最初思ってたんですけど、やっぱりねちょっとね大変になってきたし、まあその分大きくなると重くもなるので、一応自分の寝る前にね毛布代わりにかける感じに使いたかったので、まあ自分の頭が出て足までくるめる長さがあればいいかなみたいな感じで、こちら完成です。今回も湯たんぽの、こたつの方にこちらかけていこうと思っております。で布団とこのカバーをかけた後にこちらですね、車中カフェの時とかもね使ってた、テーブルなんですけど、こちらの方を足を畳んだ状態で乗せてた感じになります。こちらですね、さっきねちょっとねポチポチね雨が降ったんです。今やんだかな、ちょ雨予報ではなかったので、まあパラッと来るような雲だとは思うんですが、ちょっとね青空も見えてるのでね、あとですね今回ちょっとポチっちゃったものがあります。実はですね、座椅子ですね、こちら、以前からねソロキャン始まる前の車中カフェとかやってた頃から車の中でもなんか背もたれ欲しいななんて思って座椅子を探してた時期があったんですけど、結構ねソロキャンプでねいろいろ買い揃えたいものがあったりとかして後回しになってたものを、結局今回ね、湯たんぽこたつを作るようになったらやっぱり座椅子ちょっとねテントでも欲しいななんて思ってポチっちゃいました。こちら初おろしですね、こちら組み立てていこうと思います。組み立てていきます。これですね、こちらとあと踏み踏みはこちらだけになるみたいです。すごく軽いんですよ、びっくりしちゃいます。これどうするんだ、あれですね、なんていうの、何コードっていうんでしたっけ、クッションコードなんかピョンってなるやつですね。それでも自然に組み立たっちゃったので、これをここかな、ちょっと全然説明書見てませんけど多分こんな感じでしょう。あれなんかでも硬い、なんかすごい力任せですけど、いいかな、入ったのかな、歪んでる気がする。説明書に行こうかな、差し込んで、あ、やっぱり差し込むだけですよね。外れちゃいそうな感じはするけど、あ、やっぱり外れちゃった。どうする？どうするの？角度があるのかな？
は任せにって感じですね。じゃじゃーん、できました。少しねここクッション入ってます。いい感じかな。あとねこちらダイスカバー、もともと持ってたんで、これをかけて、だいたい設営が完了です。こんな感じで中もこたつとベッドとあと座椅子とこんな感じですね。お腹が空いたのでコーヒーとね、あとちょっとパンを食べていこうと思います。今ね何時だろうな、3時ぐらいかな。これ可愛くないですか、セリアで見つけて即買いでした。まだね、10度ぐらいなんでね、ガス普通につきますね。多分夜はねちょっと厳しいかななんて思ってるので、固形燃料の方か焚き火の方で、使っていこうとは思っています。パワーガスグ買いたいんですけどね、なかなかね買ってらんなかったので、次の時はね買っておこうと思います。本日もこちらサザコーヒーのクリスマスバージョン赤ラベルです。炎が小さくなってしまいましたね。気温のせいかちょっとこのガスもねもう残り少ないんで、ちょっと別なね新しいのに変えていこうと思います。変えてみました。一応ね最初は出がいいんだけど、どうだろう、このまま大丈夫かな、ちょっと様子見てみます。大丈夫でした。やっぱりね、10度ぐらいだとね、全然このガスで使えますね。あー、お腹すいたし、喉も渇いた。いい匂い。今までね、このフィルターを2、3杯分だからね、これと同じ大きさの紙を使ってたんですけど、ちょっとね少しでも小さく持っていきたいななんて思って、一杯用のフィルターにしたらちょっと、ね、小さすぎてお湯がちょっとしか入れられないんですよ。ちょっと失敗しました。いっぱいあるんだよねあれ。なんか私基本キャンプの時しかガリガリしないので、家はね簡単なインスタントにしちゃってるんで、これちょっと使い切るの大変だからどうしようかななんて思ってます。コーヒーのね飲み頃までね待っていたらね、ちょっとね足元がねやっぱり寒くなってきたんですよ。で気温見たらやっぱり6度ぐらいにねなってきてますね。急にやっぱり日が陰ってきたら寒くなってきたので、レッグウォーマーとあと靴もねこちらこちらでね、で靴下用カイロを早めに貼って足を冷やさない形にしました。あとお尻の下にもね貼らないタイプのねカイロ敷きました。昨日ね子供のねテニスのね試合をね見に行ってたらね、めっちゃくちゃね寒くて風が強かったんですよ。もうでね足がもう寒くて寒くて、
もうちょっと回路張っていかなかったのもすごく悔やんで、もう帰ってきてもう2時間ぐらいこたつの中に入りっぱなしで体温めました。やっぱり、ね、そうなっちゃうとね、なかなかやっぱり温まらないのでね、早めに靴下用の回路張りました。でこちらにお腹空いたんで、これ、セブンで買ったチョコがけのドーナツ、めっちゃカロリー高いけどこちら食べていきます。絶対チョコとこれはコーヒーと合うでしょう。ではおいしそう、あでもなんか冷えてるせいかちょっと硬いかな、思ってたよりちょっともっとふわふわのイメージだったんですけど、ちょっと硬いですね。うん、熱い。ああでも美味しい。もうね、私たちの方のね、第一オートサイトの方は日陰になっちゃってます。あちらに見えるのがね、第三オートサイト、値段も同じなんですけど、やっぱあっちの方がね、冬場はもしかして太陽が当たるからいいかもしれないですね。で今回25日日曜日っていうことで、ちょうどいい感覚で、ね、ポツンポツンとねある感じでね、よかったです。多分昨日はねいっぱいだったと思いますよ。今日ではですね、明日をね仕事お休みいただいて、こちらに来てる感じです。でね、お家のねクリスマスの方を昨日ですねやってきましたので、今日は一応いろいろねお昼ご飯とお夕飯と作ってこちらにやってきました。でね、だからねそちらのおこぼれというか一部分を今日持ってきた形なので、そんなにね大変な料理はしない感じで、温めたりとかですね。ただねメスティンを使った揚げ物ね、やられてる方結構いらっしゃって、なんかやってみたいなーなんて思ってて、一応ね唐揚げの味付けだけしてきたので、そちらを今日夜は揚げてみたいななんて思っております。でさっきね足のね足を回路張りましたよっていう話したんですが、それと同時に上をね、回路張るまでではないので、黒檀の、ヒートテックを1枚もともと着てたんですけど、2枚重ねにして結構冬キャンプやってる方が何人かなんか見かけたので、2枚重ねかなんて思ってやってみたらびっくりですね。本当あったかいですね。もうびっくりしちゃいました。なんかあれ上は回路まだ張ってないのにって思うぐらい風の通りとかもなんかピタッとない感じで、すごいあったかいです。何の鳥かな、鳴いてるんだけどな。今ね、4時半ぐらいになるんですよ。でね、気温のね温度計によっては3度とか4度とか出てるけど、このやつには 6.2 度ですね。こっちにあるのは3度とか4度、どれが当たってるのかなっていう感じです。でね、もう4時半なんで、もうすぐで真っ暗になっちゃうから、じゃあ明るいうちにお夕飯のしてるものを一応中に入れてたのを外に出したりで探さないようにはしています。この下にねやってたりとかしてね。でね、風がねほんと今日はない。昨日も一昨日もすごい風だったのに全然ないんで、あったかいです。もうほんとびっくりするぐらいあったかいです。
ね、体もね、多分ね、もう冬仕様にね、体がだんだん慣れてきてね、びっくりですよね、もう10度切ってんの寒く感じない？まあ、それなりにね、来てはいるんで、やっぱり着込むだけでもね、全然違うんですね。こちらね、常陸大宮で結構江戸時代の頃に火打ち石っていう感じでね、結構出回ったものなんですけど、今ね、そちら掘られてた洞窟の方がなんか私有地みたいな形であるんですけど、知り合いの方がね、そちらの方でね、こちら石取ってきてくれたんですよ。それをいただいちゃったので、これで火が起こせるかちょっとやってみようと思います。こちらね、いつもの鉄の棒っていうんですかね、ナイフに付属してるものなんですけど、いつもこれをナイフで着火してたんですが、今日はね、この石で削って火花散らして着火できるかやろうと思っています。うまくできるかな。よいしょ。火花出る。出るけど難しいな。これ別にこの石じゃなくてもこすれば出るんじゃない？火花出るんだ。悔しいな。出た。焚き火の服を切るの忘れてた。やばい、穴開いちゃう。あ、やばい、消えちゃうかな。いけ。いけ。あ、いい感じ。手が邪魔で取れなかったかな、もしかして。あ、でもやった、着火成功です。よし、ここまで火がいけたらいくでしょう。今日はね、ちょっとね、あんまりね、上手にね、フェザースティックできなかったんで、5本ぐらい作ってたんでね。あ、あったかーい。大丈夫でしょう。着替えた。上に焚き火の服をしないと穴開いちゃう。